も行きましょう。ベースナイスチョッパークバーです。ギターの友蔵です。はい、ということで今回はですね、ちょっとね、皆さんからのちょっとコメントを読んでて、あ、そうかと思ったことをやりたいと思います。そう、もうね、純粋にメンバーの機材を見たいっていう声が結構多くて。なるほど。そう、その中でもやっぱりね、ギターの友蔵の、お、本当ですか、友蔵のね、機材知りたいっていう声が多かったので、はい、ちょっとね、まあ、順番にやっていこうかなと思ってるんですけど、まずは友蔵先生から、はい、機材をね、紹介したいと思うんですが、はい、どうですか。ね、でも、こうやって映像で紹介することって今まであんまりなかった。そうだよね。あ、レアかもね。毎年ガチャモンっていう本がね、ガチャ XP を出してるんですけど、まあ、今年はこういう状況で作れなかったんだけど、そこでは読み物としてメンバーの機材をね、知れるっていうのはあったけど、ね、今回みたいにね、動いて紹介するのは初めてです。聞きながら、しかも2020年秋、そうですね、最新の現在な、ナウな友蔵の機材がお届けできます。はい、じゃあ行っちゃいますか。はい、じゃあ振りをお願いします。 OK です。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、改めましてギターの友蔵です。それでは早速私のね、相棒のギターたちを紹介していきたいと思います。それでは早速このね、今持っている TRS カスタム24の、ブルークラブブルーというね、種類になってます。これがね、ほとんどもうメインで使ってるギターで、最初2012年ぐらいかなから弾き始めて、めちゃめちゃ長く、弾いてます。早速弾いてみたいと思います。歪みの音で、こんな感じでなんかミッドが結構強めで、もうギュッとダンっていう感じですごくね、抜けていい音なんですよね。あとね、この生音もね、すごくね、鳴る感じがあって、すごくお気に入りですあとですね、このなかなかね、PRS にガムテープを貼る人はね、いないかと思うんですが、これはですね、ギター回しをね、するようにがっちり、逆にね、ギターを守るために、貼ってますご了承ください。あとはすごく軽くて、このフリップもすごい握りやすくて、本当に私の体にフィットしてるギターで、本当にお気に入りのです。はい、そして次のこのギターはですね、 PRS カスタムという方でオレンジですね。これはね、ブルークラブブルーと比べてちょっとネックも太い感じがして、重量も少し重いんですね。だから太いベース目の音が広がりがある感じですね。いきます。ギターはですね、このギターも2012年ぐらいから使わせてもらってて、
今ガチャピンの曲でドロップ D の曲が何曲かあって、なのでそれ用に使っていまして、なのでここが D の音になってます。でそのドロップ D の曲は結構がっつりめの激しい曲が多いので、ちょうどこのギターのねサウンドも合っていて、すごくねバッチリな感じです。あれ前友野さん持ち帰るのは回すか回さないかって言ってませんでした。なんか今回ちょっと変わったですね。そうなんですよ、これ今ねどっちも回せるので、もうねサウンド重視で行くことになります。前はなんで回すか回さないかで持ち帰るのを書いてたんですか。前はですねやっぱりね、あのガムテープぐるぐる巻きにするとちょっとね弾きづらさが変わっちゃうから、ちょっと分けてたんですけど、今は頑張ってます。じゃあ難しい曲は、うん、ガムテープ貼ってない方で弾いてたってこと。そうそうなんだ。はい、3本目はこのギターティーランドです。じゃーん。はい、友蔵といえばこのギターっていうねイメージが、ついてるんじゃないでしょうか。もうやばいよねこれね。これは本当にファンの方からね、デザインを募集して、その中から選ばれたデザインで、私だけの一本世界に一つだけのギターを作ろうという企画がありまして、作ってもらったギターになってます。いかついよね。そうなんです、見た目は可愛いけどちょっと、ね、ランダムスターの、ね、形をモチーフにしていて、ね、ピックアップの弾丸を使っているので結構攻撃的な激しい音が出ます。いくぞ。で結構アームをたくさん使う曲で使ってるんですが、こんな感じで、はい、こんな激しい、ね、見た目と裏腹なギャップ萌えなギターになってます。なんかちょっとやんちゃな感じだよね。そうだね、もうまさに結構メタル系に合うみたいかな、うんうん、あとなんか音のあるところがなんか、うん、まあ、グワーって低い音もあるけど、うん、なんか高いところにいるというか、なんだろう、ジリジリしてる感じがする、うんうんうん、もうなんだろう、喧嘩売るぞみたいな。喧嘩売ってるぞみたいな。そうね、ここのね、うん、この2つのギターの子たちが割とこの、なんだろう、そうだね、なんか真面目じゃないけど、うん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 、なんていうの、整ってる、うん、繊細な感じと比べると男らしいかもね、一番ね。夜遊び好きそう。やんちゃ。はい、お次は、なんとこれはですね一番新しい相棒、アコイでーす。テイラーの 312CE というね、ギターです。312、312と314っていうのがあるんですけど、312はちょっとボディが薄めのギターになってまして、フィットしています。そしてナローネックっていうやつなんですが、このねグリップがちょっと薄くなってるんですね。なんで本当に弾き比べてやっぱ自分に合うギターをこっちだってことで選びました。めっちゃ高いやつ弾いたんでしょ。そう200万のアコギをね弾かせていただいて、めちゃめちゃソフト弾きました。ね、いつかそんなねアコギを弾けたらいいですけど、今はねこの相棒と一緒に頑張りたいと思います。じゃあ早速弾いてみましょう。
ギターよりなんかこう弾く感触が全然変わっちゃいそうで難しそう。そうだね、やっぱ弦も違うし、ね、全然感覚は違う楽器っていう感じ、ね、あとはねボディが厚かったりとかそのネックもちょっと広かった方が響きが良かったりとかもするんだけど、やっぱり自分の体にねフィットした方が結局は弾きやすくてなりがいいんじゃないかということでこっちを選びました。相棒たちの音いかがだったでしょうか。ガチャリクスピンですね、少しずつライブをね始めているので、ぜひ、生のねギターの音を聴きに来てください。そしてですねまたね別の機会にはですねアップだったりとかエフェクターの紹介もしていきたいと思うので、ガチャット TV これからもチェックよろしくお願いします。それではまたね。はい、改めましてギターの音